やったや。この音が次うるさいって言われそう。こんにちは。2回目です。今日のこんにちは2回目。うまく文字が出ない。こんにちは。朝は申し訳なかったです。寝坊して音が聞こえなくて申し訳なかったです。でその時にね、石りとり聞こえなかったから、あの石りとりをしたんですよ。で答え合わせをしようと思って、ありがとう、うさぎ、き、きつね、ねこ、コアラ、ライオン、キング、くるま、マヤ、ヤマ、マスク、クマ、毎度センキューにでした。毎度センキューでした。毎度センキューでした。こちらは皆さん会ってましたか。なんか今日30分までの枠だったんですけど、朝のやつを見たらなんか3分ぐらい短かったから、ここで33分までやろうと思うんですけど、これってありなのかな。なんか3時間できなさそうか。32分まで一応怖いから31分までやっとこうと思います。31分。31分まで。なんか結構見て、あれ全然時間が足りてないってなっちゃって、3時間使い切らずに終わりそうなので、31分になったら終わります。時間を使い切りたいから。でも全部ちょっと1分前に始めたらあれ、なんか1分前に始めたら3分のあれ終わるかな。なんかやっぱどうしてもちょっと時間1分とか足りなくなっちゃうんだよ。まあ次とかで調整していけばいいか。じゃあ30分に終わろう。30分まで空白。ピースが悪い。で今日は昨日ルンルンのお家にいて、ルンルンからようやくねフォトエッセイをいただいたので、これにねコメントをねいただいたんで、 ありがとうございます。おしりんさんファンの方、この中にメッセージをね書いてほしいって言って書いてくださったので、何が書いてあるのかここで開封の儀をしていこうと思います。こちらのフォトエッセイをちゃんとね書いてくれたからティッシュがここにこう入ってるんですよ。
ちら入ってるんで、これは見ていこうと思う。みんなはこのフォトエッセイをゲットしているのか知らんけど、じゃあ今から見ていきたいと思います。オープン、オープン。わ、嬉しい。ちゃんとフルネームで名前が書いてあった。嬉しい、かわいい。てか ルンルンって字綺麗だよね、かわいい。おいしそう、おいしそうとか言っちゃった。あら、あら、あら、あらあら、あら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 、あら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 。え？あら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 。大丈夫そう、このカット。すごい、すごいです。映せない、ショールームでこんなの映したらバンされちゃう。あらら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 、あ、マックのリップだ。あらららら、ら、え、これもう見えてんじゃないの、こんなん出てるでしょ。あらららららら、すごいやばいよ。こんな笑ってるけど笑ってる場合じゃないよね。なんか騙されたわ。騙されました、めっちゃ騙された。なんかこの表紙の器用じゃないけどっていう顔に騙された。中身見たら、フォトエッセイってこんな感じなの、普通の人のフォトエッセイって。知らんけど、見たことないけど、フォトエッセイあんまり。あらららら、らまたここで綺麗な形。なんか見えてんだよね、見えてるのよ。見えてんだよね。フォトエッセイって何？フォトエッセイってこんな感じなの？わかんない。え？何これ、お腹すいたし。これ何、これ何で見てんの、菅原。すごい、すごい文字がたくさん、読めない、多すぎて読めない。今この何30分あれなんで、卒業のところから見たいと思います。ルンルンの器用じゃないけど見てる、フォトエッセイ見てる。本当にこちらはフォトエッセイなのでしょうか。エッセイとは何、エッセイとは何でしょうか。おっぱいが見えてました。
見えてはない、ごめん、見えてはごめんね。菅原にはもう見えてたよ。なるほどね。なんか普通に、でもあんなさ刺激的な写真が来るとは思わなかったよね、フォトエッセイで。あーすごい、これは今日昨日も言ってたことが書いてある。みんなも見たことある？持ってる人は見たことありますか？こんなに真剣にあのフォトエッセイを読んでいる中でも、昨日の郷さんの曲が流れてる。ゴーゴーって言いながら菅原このフォトエッセイを読んでる。やばいよね、カオスだよね、菅原の今のさ頭の中と心境が。心境はあこんな感じ、こんな感じねとか、こんな真剣でさ見てんのにさ、ずっとずっとさ君たち女の子ゴーゴー、僕たち男の子ゴーゴーっていうのは、この真面目の文なんていうの読みながら、あの元気なゴーゴーがずっと聞こえてくんの。切ない。なんか切なくて泣けてきた、この卒業発表のところのあれがいいですね。文字で心を揺さぶる女大神な。これなんか見てます、器用じゃないけど見てます。ルンルンの本見てる。変わった？そう見てる。今卒業のところ見て心を持ってかれてるの。みんながこんな投げてくださってる時にありがとうございます。なんかさこんな感じでいいのかなって思ってるけど大丈夫そう。でも菅原なんかさ1枚ぐらいあのさどっかでさなんかずっとやろうと思ってたのにさ忘れててさ、あれだったんだよね。
次は7時からです。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 やばい、どこに行ってしまったんだろう。あった。7時からやります。なんか開封の儀とかやりたい。いや、わかる。明るく話そうとすると涙出てくるよね。思った、声がめっちゃ泣きそうだ、泣きそうな人の声だった。分かる人もいるんだ。なんかこう真剣に見すぎて、真剣に見すぎた、真剣に見すぎて何もない、何もない。みんなにかける言葉がありがとうの言葉しか出てこなくた、出てこない。みんなは本普段読みますか？小説とか、なんか文章を読むことはありますか？ちょっと多分そんなね、あの文章言ってるとかそんな暇もないと思うんですけど、めっちゃ毎日マネージャーと喋ってたわ。あんま見ないんだ。読む人は読むね。スコアラも前も読まなく、前ほど読まなくなったし、書かなくなったブログとかなんか言葉が出てこないんだよね。
なんかさ、やっぱ知ってるからさ、なんかこの人、この大人の人がこうきっと言ったんだろうなとか思っちゃう。なんかおもろい。みんな3週終わったからと、こんな真剣に読んでたわ、今真剣に読みすぎたわ。ちょっとあとはなんか一人で楽しみたいと思います。でもやっぱできれば本を読むなら、そう、紙派がいいんですよ。だからなんかできるだけちっちゃい、あるじゃないですか、ちっちゃいさ紙の本、あれを買います、もしその読みたくなったら。なんかほんと年に1回ぐらいなんかそういうのが欲しくなる時期があるんですよ。そう、文庫本っていうの、本が読みたくなる時期が1回来るんですよ、年に1回。だから買って読んでる、移動中とか。文庫本で合ってんのか分かんない。漫画も紙派では言っていいけど、漫画がこれ以上増やせなくて。でも単行本よりちっちゃいやつもあるよね。そう、あれを買うかも。あれ、あ、でもあれが文庫本？そう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 、本棚見ると電子買えばよかったってなる。え、最後に読んだのはめっちゃ前、めっちゃ前、題名が思い出せないんだけど、なんか上司をなんかここで言いにくいな、あれだよね、なんか天気がいいのでみたいなやつ、天気がいいので上司をみたいな、どうたらこうたらって感じの題名のあれだったを買いました。買って読んだ、めっちゃ前。難しいですよ。多分聞いたことある、めっちゃ前なんだよね。でも全然ね、読んでない。実あと天気がいいなんです、あれ会社を辞めますだったっけ。会社かも、上司じゃないかも、会社かも。でもそれぐらいもうめっちゃ読んでないかも、思ったよりも。なんかそういうのが読みたくなる。今日は天気がいいので上司を。あと4分。ありがとうございます。時間を教えてくれて。ありがとう。あと4分はいっぱい喋りまくりたいなと思います。あ、そう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 。そうです。合ってます。今日は天気がいいので、
調子を。どうなす。あと4分ほど。なんかあれさ、阿部サダヲさんがさ映画やってたやつのさ小説が欲しかったんですよ。で買おうって思って買うの忘れて、あのその時行った本屋さん、あの行った本屋さんでは売ってなくって、違うところ行った時もないって言われて、なんかそっからああ読みたいなって思ってたのに、その感情をいつの間にかなくして今思い出したって感じ。頑張ります。みんなのおかげです。みんなのおかげで寝坊したのに巻き返してくれてありがとうって感じ。次は19時です。19時からやりたいと思いますので、なんかさいっぱいさ今度の予定とか書いてたらさ、どれがさスケジュール帳か分かんなくなっちゃってさ、それだね。19時です。次は3回目、19時から19時30分までやります。もし分かんない方はまたスクショしてほしいなと思います。スクショしてみてください。これです。見えないんだよね、すごい。これ以上大きな紙がないの。なので19時です。次は3回目は19時です。ありがとう。17時の回も見に来てくれて。お仕事終わりだったりとかわかんない、もしかしたらお仕事もしてるかもしれないんだけど、見に来てくれてありがとうね。みんな学校とかもあるかもしれないけど、まあ見てくれてる人、そうで学校の人がいるかわからんけど、ありがとう。19時からです。来てくれてありがとうね。本当にきっと他のね人とか見たいと思うと思うんだけど、ありがとう。なんとかしなきゃ。ありがとうございました。じゃあまた19時に会いましょう。みんなもお疲れ様、ありがとうね。またあと今日は4回もあるので4回一緒に楽しい時間にできたらいいなと思ってます。でもこっからは多分ね、あのすごいうるさいと思います。9時からは、7時まではお嬢様モードでいきたいと思います。じゃあまたもう30分だと思うので、30分ですね。じゃあまた会いましょう。バイバイ。ありがとう。2回目。お疲れ様でした。